あのー、いや毎年ねすごくあの、ね、豪華で嬉しいっちゃうけどなんか17歳の時がマジで本当にすごすぎて一番記憶に残っとってなんか本当にすごかったんよ。<laughs> なんかお花もめっちゃきれいでそうなんかあれ劇場のさやつとさフラワーフラワーじゃないあのあれってど,どっちだったっけ 劇場のセリのさ、セリじゃないや、デベソのさ、やつをさ、表現しとったのって18歳やったっけ ?18 やったっけな、あれは。なんか17、18ぐらいがなんか一番すごかった気がした。シアターやってた時やから18ぐらいかな。あのー、熊の、 サイ,サインじゃない生誕 T シャツやったからグレーの多分18だった気がするあの時鼻かゆそうで17歳の時はそのそれこそ今あった今さっき見せてたやつとなんか黒羊をマジでコンセプトにしたフラワースタンドみたいな <laughs> で、私が新選組にハマってた時は、新選組をモチーフにしたフラワースタンドだったんよ。なんか、ちょうちんがついてたりとか、新選組の、私が新選組の衣装を着とるイラストを描いてもらって、それが飾られてあったりとか。マジでなんか、みんなすごいなって、<laughs> 思って、記憶に残ってますね。今でもね、ちょうちんあるよ。あの、 お母さんの寝室のとこにあるけどやっぱ、ね、イラストとかもね大事にね保管してあるんよやっぱあのおっきい結構大きめやったんよねシアターの時もそうなんだけど結構大きめのイラ,イラストだったからあのー、ね自分の部屋に置いててさなんか汚したりとかなんか割れたりとかしたら嫌じゃん額縁に入れてあるやつだから大事にクローゼットの奥に直しとる <laughs> そうあとね私のなんだろう物持ち良すぎてちょっとキモいなって思う部分が一個あってそれがですねあの本当に本当に一ちゃん初期らへんにもらったファンの方のファンレターを大事に取ったボックスがまだあるんですよすごくない なんか本当に初期はやっぱそのなんかまだプレゼントとかをもらえない、もらえてない時期。で、SNS も今みたいになんかツイッターインスタ七五五な755、いろいろやってる時期じゃなかったから、本当になんかこうファンの人と、んファンの人の声を聞くところがその手紙とかしかなくて、 で、当時はね、結構ね、そんなたくさんね、ありがたいことにいただいて、今はね、もう結構 SNS が発達してきてるから、みんなそっちで結構メッセージ送るから、今はこう、直筆で書く人って、あの、プレゼントの時とかかなプレゼントの時とかは、やっぱりこう、こういうことを送っ、こういうものを送ったよって書く人が、やっぱ、ね、あの、ありがたいことにいるから、まあ、そういうプレゼントをいただく人は、結構ね、あの、何プレ、プレゼントじゃない。手紙を、 入れてくれててくる人が多いんだけど昔はねそういうのがなかったから本当なんかこうファンの人の声が聞ける意見とか、まあ、こういう感想とか聞ける場所がその手紙ファンレターしかなくてそれをね今でもねなんか大事にね撮ってる <laughs> このクローゼットの中にあります上らへんになんかみんなからもらったなんかその何て言うのフラワースタンド以外でのお花あのちゃんと造花のやつかな確か。 あの枯れないやつ成果じゃないやつとかは枯れないから一生なんかミニミニフラワースタンドみたいな <laughs> なんて言ったらいいんだろうああいうのかわいいやつかわいくデザインされてるやつはこの中に入れたりしてますで基本みんなからもらったプレゼントとかは、まあ、使えるものは使ってるけどそういうななんかなんて言うんだろう DVD 好きな舞台の DVD だったりとか。まあ、DVD はそっち側にあるけど、本棚のところにね。なんだろう何があるんだろうこんなか。なんかね、いっぱいあるよ。マジで。あの、か宝物じゃないかなってくれ。なんかお宝探しできるんじゃないってくれ。めっちゃいっぱいある。だから物持ちよすぎてちょっと自分キモいなって思う <laughs>。 この部屋も、懐かしいなああの時計あの時計まだ飾ってあるんだでももう結構綺麗に片付いた方割のあの、ま、じなんだ少女漫画ゾーンが <laughs> 未だに残っててちょっと弟に申し訳ないなって感じやけど <laughs> いや本が昔から好きでさ、まあ、漫画とかもそうだけど小説とかも結構小学校の頃ずっと読んでて大好きなのよ、本が。意外って思うでしょう。今はね、そんなにあの小説とかあんま読まなくなったんだけどなんかね、本読むの好きなのよ、昔から。送る側からすると嬉しいんご。いや、マジで私ももらう、なんかプレゼントもらうの嬉しいって思う人だから なんか別にあかぶったかぶってるやんこれとか全く思わないんだよねかぶっててもえ嬉しいなんかいっぱい使えるやんみたいな感じに思う人だからだからなんかみんなからさお誕生日プレゼントこないだあのー、こないだとか結構前か届いた時にポチャッコのあのー、何羽根ピン髪の毛メイクとかの時に留めるピンがあるんですけどあれをね結構ファンの方から頂い,いてまあ、何種類かねかぶってるのがあったのよ。 で今結構ポチャッコのあのハネピンいっぱいあるけどいや、マジで嬉しいなって感じ。毎回メイクの時にね、あの使っとるんよ。メイクする時に。で、結構その何て言うの家、家用とかにもできるしそう、お出かけに、お出かけ行く時用にも使えるし、まあね、なくしても、ワンチャンなくしても、まだね、いや、もう一個あるからいいや、みたいな。な <laughs> くすことないけどね、あんまり。 メイク道具の中にずっと入れてるから <laughs> うん、頭にポチャッコいっぱいって感じで量産型ができる嬉しいポチャッコの量産型になるわ可愛 <laughs> かわいいよねポチャッコはねえなんかみんなは結構なんだろうかぶるのあの私がさこういう配信とかでさ今これが欲しいんだよねみたいな で言ったらさ、なんかさ、結構コメントで、なんか、せいちゃんが今言ったらいっぱい送られてくるんじゃないみたいな、言う人が多いんだけど、マジでそんなことなくて、マジなんかみんな怖がりすぎて逆に送ってこないタイプ。なんかかぶるのを恐れて送ってこない人が多いから、私のファンの人は。え <laughs> へやから、なんかまあ別にあ、あの、前あの、送らなくてもいいんですよ、別に。私がぼやいてるだけだからいいんですけど、なんか、その、 プレゼントに対して、その自分が送りたいなって思ったものを、そのね、送ってくだされば、私はとても喜びます。そう、思ってる方がいたらね、そのなんか、別に思ってない人はいいんですよ。思ってない人はもう自分のためにお金を使っていただいて構わないんですけど、あのー、何かをセリちゃんに送りたいな、でも何送ればいいんだろう分かんないしな、 えーとでもかぶったら嫌だしなーみたいな悩んでる時間がすごいもったいないなって思うからあこれせりちゃんに似合うんじゃないかとかこれ送ったら使ってくれそうだなみたいな感じのがあったらもう全然送ってって感じ全然使うから意外と言ってないんだけでめっちゃ使っとるんよみんなのあの服とかもそうだけどあの何キッチン用品とかもねたまに送ってくれる人がいるのあのご飯チンするやつとかななんかななんかだっけあのトングみたいなやつとか送ってくれる人いるのよ ああいうのも言ってないだけでめちゃめちゃ使っとるんよね普通にあの料理する時最近ちょっと料理配信してないからあのねあの見れてない見せれる場面があんまりなくて申し訳ないけどちゃかさんくまのぬいぐるみありがとううんこんばんはそうそうなんか別に なんか絶対にプレゼント送れって言ってるわけじゃなくてあもう全然もうあのみんなの好きなようにあのねお金はもう自分のために使ってくださいって感じなんだけどやっぱねあの少なからずというか結構ねみんなが会った時とかになんかプレゼント送りたいんだけどあの何送ったらいいかわからないっていう人が結構多いんですよだからもうね 何でも嬉しいよってほらなんかすごいなんかえなんかプレゼントの話したらめっちゃアイテムくれるんだけどありがとうウルトラのおやじさんクマのぬいぐるみありがくまウルトラのおやさんクマのぬいぐるみありがとうセリ様さんクマのぬいぐるみありがくまセリ様さんクマのぬいぐるみありがとう野村誠さんもクマのぬいぐるみありがくま野村誠さんクマのぬいぐるみありがとうえっとね遅れ遅れるもの基本 まあ化粧品とかそういう肌に使うものはダメまあ欲しいんだけどねこちら側としてはすごい欲しいけどまあ、運営さんがねダメということでダメなんです <laughs> 悲しい,いや,やっぱ女の子ってさ化粧品とかやっぱもらったら嬉しいじゃんだから本当は欲しいよねリップ見つかってないのよ絶対になくした完全になくしたなんか 京都行った時にえ、あのいつも持ってるミニカバンに入れとったはずなんよ「コマコマさんくまのぬいぐるみありがくまコマコマさんくまのぬいぐるみありがとう」やけどなくてちっちゃいポケットの方にで隅々まで探したけどなくてワンチャンワンチャンリュックの中かなとか思って探したんだけどなくてもうこれは絶対になくしたなーって感じ。 山本浩平さんくまのぬいぐるみ,あり,、まぐるみありがとうお手紙とかも嬉しいですかえ全然嬉しい私ねあのねお手紙声に出してお家で読む人なのよ <laughs> <laughs> だから普通にみんなからもらった、まあ、プレゼントの中にね入って最近はまあその手紙しか読んでないからあれなんだけどプレゼントの中に入ってるあのお手紙とかを声に出して読んでなんか一人で突っ込んだりしてるえかわいいとか言って <laughs> 音読しとる みんなのあの何手紙を <coughs> そうそう化粧品とかはね変ななんかこうねもしなんかこう肌にさ悪いやつっていうかさ体に害のあるものがさ塗ってあったりしたら怖いじゃんだから多分ダメなんだと思うだからまあまあいつか機会があればねなんかお送ってくださいいつかねいつか機会がもらえれば <laughs> あの厳しくなくなったらプレゼントのあれがね厳しくなくなったら待ってます <laughs> えでもさ一人のと一人の時でやからよくない別にまあんか周りにいっぱい人がいてさ音読してたらバリ恥ずかしいけど別に私しかおらんしえ <laughs> 別に配信に。 中にみんなにねお知らせってかなんかしてるわけじゃないほんとに自分の自己満のいあの一応ねそのやっぱ学校に行ってるからさ滑舌とかもこう読んだ方が鍛えられるかなと思って最近何でもかんでも声に出して読むようにしてるの <laughs> だからなんかそのみんなのお手紙もあの音読しようと思って自分の力になるように <laughs> あのね、でもなんかね、やってたら、なんかなんていうの、ラジオの、お便りコーナーみたいな、感じで、面白い、なんか。え、これめっちゃ面白いなーって思ったよ。<laughs> あるじゃん、なんかお便りコーナーで、ね、なんとかです、こんばんは。えー、私は今、こういうことに悩んでいます。セリちゃんは、どんなことで悩んでますかみたいな。あー、そうですね、みたいな、言いたくなる <laughs>。誰もおらんのに。誰も聞いてなん。 <laughs> な,んかそうなんかそういうなんか、ラジオのパーソナリティになった感じで読んでる息子セリちゃんの誕生日の手紙にお誕生日おめでとうって書いてた。見たよ可愛い,いイラスト書いてくれてありがとう宝物にしてる。<笑><笑>音読する勉強法もあるくらいだから理にかなってる。やろうそれから、やっぱみんなの かいね、だって頑張って書いてくれてるじゃんやっぱ急いでこっちに来る間に書いてくれてる人とかもやっぱいるし移動中にね、まあ、事前に書いてくれてる人とかもいるし本当になんかこうやっぱ私にね少なからず愛を持って書いてくれてる少しでも伝わればいいなと思って書いてくれてる手紙をさなんかその読まずに読まずにはないけど。 なんんかこう、なんて言ううてだろう読んだ方がなんかこうあこういう気持ちで書いてくれたんかなとかこれはこういう気持ちなんかなとかさいろいろわかるじゃんだからやし自分のなんだろう音読の力読む力にもなるから <laughs> いいかなと思ってまあ一人やしねおうちに帰ったらだから音読するようになりましたみんなの159日目ありがとうございます うわーちょっとお腹がいっぱいでね喋るのめっちゃ疲れる <laughs> そううれし,しいよねやっぱね マジでまつくくて早くメイクしたなんかさもうなんていうの何年間もさあのー、メイクもしとるしさやっぱ色素沈着目のま目のん目の周り色素沈着みたいなのしてくるわけよここら辺とか目尻とかなんかさ LINE 書いとるみたいやない今 LINE 書いてないんよほら LINE 書いとるみたいここ見てこの黒いとこ LINE 書いてるみたいすごくないせいちゃん本当に本当に本当に優しくてファン思い <laughs> ありがとういや私も自分がもしそのアイドルを推してて自分の好きなメンバーがねそうやってしてくれてたら嬉しいなっていう気持ちでや,やってるっていうかなんだ自分がされて嬉しいことを。 やっぱしたいなってまあみんながみんなその嬉しいかどうかは分かんないけどうんなんか自分がされて嬉しいことをしたらやっぱみんなも嬉しいかなって感じ <laughs> お押し付けみたいになってるけどなんか昔はさ結構なんか自分の 素裏側というか別になんかその悪いこととかはしてないけどあの何て言ったらいいの素の自分を出すのがちょっと怖かったっていうかなんだろうな,なんか見せちゃいけないのかなみたいなアイドルだからこうでなきゃいけないみたいなのがあるのかなみたいな何か勝手に自分の中で思っててだから何かこう昔は結構。 自分のの素を出すのが苦手だったりとか今こう思ってるとかいうのが、まあ、苦手だったりとかなんかそのネガティブな発言もしてたけど何だろう本音を言っちゃいけないみたいな何ていうのああ今もうすごい悔しい悲しいな悲しいと思ってるしつらいよもうやだーみたいなことを SNS には書くけど実際はもうそれ以上に重いものをあの。 胸に抱えててもう本当にもう泣きそうでやばいみたいな感じやけどそこまでは出さないみたいなわかるかななんか難しいけど伝えるのがねなんか昔は本当そうだったのなんかアイドルだからここまではいいけどこれ以上は自分の感情を出しちゃいけないみたいなのを自分の中でなんか勝手に決めてて決めてるっていうかなんか そう思ってて勝手にだからなんか結構自分を出さなかったまあ偽ってたわけでもないけどいやここまではいいけどこの先言ったら多分嫌われちゃうかもしれないなみたいなことを思ってて言えなかったんですよ昔はね嫌われるのがマジで怖くてなんか離れていっちゃうのかもしれないなってまあねありましたからいろいろこの10年間で。 <laughs> この10年間であることないこと噂されてなんかめちゃめちゃ急激にあのファンがね減った時期もありましたから私なぜか知らんけど何もしてないのにいい思い出ですよねハッハいやそういう時期もあったんですよだからなんか余計にこうなんか人を信じれないというかえびっくりした <laughs> こう<っ>むーちゃん かわいそう連れてこられたの熱いよこっちかわいくない尻尾が <laughs> 悪さ悪さちゃんあえかわいそう怖いね怒っとよ <laughs> な てきた明日ねぷーくんのおた生日なんでみんなでお祝いするの明日だからわいはね今日ねプーくんにケーキを買ってきたでもあれは一応ね人間も食べれるやつなんだけどむーちゃんにもねおすそわけあともう1個はなんか犬用のチュールみたいなやつあるじゃん犬の。 あれを買ってプーくんに今あげてるんだけどあれも多分ムーちゃんが全部食べるムーちゃん <laughs> プーはね毎回ねお家にふるよワイのふふ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 ふ何の話しふふふふふふ まあまあ昔はそういう感じだったってことですよ。だから最近は本当になんだろうな、もう、なんか10年間やってきたし、なんて言うんだろう、昔みたいになんかこう、厳しい、厳しいというか、まあ、昔みたいに結構決まり事みたいなのがなくなったから、結構今自由にできてるっていうのもあって、あの、まあ昔はね、結構やっぱまだ、その、 未熟だったから、私たちはね。まだ全然学生だったし、なんかもう右も左も分かりませんみたいな感じだったから、やっぱこう、大人の方がね、対応して、あの、いろいろ、こう、ね、注意をしてくれてて、守ってくれてたんですけど、今はもうやっぱ大人になったし、10年もやっぱこの活動やってるんで、やっぱ大人の方もね、やっぱそれなりに分かってくれてて、まあもう10年もやってるから大丈夫だろうって。 10年経って分かってなかったらちょっとやばいけどね。ふふふ。逆にね。だから、なんか、ありがたいなって思います。逆に、昔は結構守られてた部分があって、そういう、なんか、なんて言うんだろうな。あんまり、そのー、なんて言うの悪いことはしなかったじゃん。悪いことって言ったら、なんか、悪いことっていうか、なんて言うのふふ。<laughs> 難しいけど <laughs>。 なんか昔そういう部分があったからこそ今の自分があるのかなってめっちゃ思うえな何これ生誕祭のスピーチかなびっくり <laughs> なんかいいこと言ってるめっちゃステージ上で言えって話ステージ上やとなんか緊張ってかさなんかみんながさやっぱあの何て言うの今反応できないじゃんあのまあ笑ったりとかはクスクスぐらいだったら全然あのいいんだけどさそのなんか 頑張れーみたいな言えないじゃん。しかも生誕のスピーチってみんなさ、すぐさ、あの、真面目に聞いちゃうからさ、なんか怖いのよ。え、今なんか大丈夫みたいな。え、私の今の言葉大丈夫みたいな。<laughs> すぐ不安になっちゃうのよ。なんかみんな、こう、ちゃんと真剣に聞いてくれてるからこそ、なんか反応がなくて。うん。だからいつもなんかこう、緊張しちゃうんだけど、生誕のスピーチはね。 こういうい場だとめっちゃ言るみんなの顔も見,見てないしね別に <laughs> そうそう逆に考えすぎちゃうよなんか今間違ったこと言ってないかなとか変なこと言ってないかなとかめっちゃ気になっちゃうからさああいうなんか人前でこう発言するのって慣れてないから怖いのよね <laughs> でもなんか今年の生誕はは、まあ、緊張はしたよ何今の声のトーン緊張はしたよ <laughs> 緊張したけど何だろう感謝の気持ちがなんか今年はたくさん生まれた年まあ2年ぶりの生誕祭だっただん生誕祭だったから2年ぶり違うな1年ぶりやけど、まあ、2, 年2年同時みたいな感じやね去年できんかったから。 今年と去年で2年同時みたいな感じの生誕祭やったからなんかすごいありがたいなっていう気持ちが生まれて今年はやっぱまあみんなに感謝をねたくさん伝えたんですけど <coughs> うんだから最近は本当に本音で喋ってることが多いなって思いますねなんか包み隠さずというかなんか最初 なんか、いって、まあ、わいっていうのはさ、もう本当1年前ぐらいからかな。なんか自分のことわいって言い出したんやけど、まあ、ここ最近って感じですよ。ここ最近自分のことをね、わわはっていうようになったんやけど、なんか、そういうのも出しちゃいけないのかな、みたいな。<laughs> 昔はね、思ってて、だから、あのー、私はー、みたいな。<laughs> かしこまっとったんやけど今はもう、ね、普通にね「わいわ」って普通に言うし <coughs> なんかそういう素の自分をさやっぱ好きになってもらえるのって嬉しいやん包み隠さずというかねありのままの自分を好きになってくる偽った自分よりもありのままの自分を好きになってもらった方が嬉しいなって思うから、まあ、それで離れてっちゃうのもなんかどうかと思うけど。うん なえなんかそういう一人称だけが好きだったみたいな <laughs>。あれみたいなになるけど。いや、ワイは方言じゃない。普通になんか一人称がワイになっても。なんかね、自分なんかさ、なんかさ、なんていうの、20過ぎてから自分のことなんか、まあ、名前、昔はね、セリはーって言いよったんよ、ずっと。あの、小学校の頃とか中学校ぐらいまで。でもなんか、 その HKT に入ってからやっぱ周りが「私」とか言うようになってまあステージ上でもさ「私は?」って結構言うじゃん自己紹介の時とかだからまあ高校生ぐらいから「私は?」って言うようになって自分のこと「あ私はね」っていうようになってでそっからなんか二十歳過ぎぐらいからなんか自分のこと「私」っていうのちょっとなんか恥ずかしいなーって思ってきてなんか別の呼び方ないかなーって思って ちょうど、なんかその私が、なんだろ、配信だっけななんかねな、んなんだっけななんか動画かなんか見てた時に、その動画の人が自分のことをワイワーって言ってたから、あ、ワイってめっちゃいいやんってなって、自分のことワイって呼ぶようになった。ホエイさん熊のぬいぐるみ、ありがうホエイさん熊のぬいぐるみ、ありがとう。いててて <laughs>。え、なんかよくないなんて言うんだろう 堅苦しくないというか、ちょっとおちゃらけた感じワイは、うん。そんな感じですかね。だから15分しかやらんって言ってたのに、もう多分30分ぐらい経っとるよね。もうそろそろ終わります。みんなありがとう、こんな時間に。逆に多分この時間の方が見やすいって人が多いかもしれんけど。<laughs> <laughs> ちょっと疲れだお腹がいっぱいすぎたありがとうねまた明日も配信するんで見に来てね明日は明日160日目ですわもうずっと瞬きしときたいぐらいまつげめっちゃのぬい橘隼人さん熊のぬいぐるみありがとうなんかみんな同んなじアバターでびっくりなんだけど何それ 何のアバターなんそれあ熊のせりなって書いてるえすごえ初めて知ったなんかちっちゃすぎてなんかなんか持ってんなーとは思ったけどなんだーと思ってたらえ自分の名前書いてあるやんすごなんでえ全然いいよ買えなくてあはい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 牛のイベントのやつかあね そんなんもんもらえるんや。あ、牛のやつね、今日はがき出してきた。遅っ。<laughs> お肉だからいつか届くと思うからみんな焼肉パっティーしようね。楽しみ焼肉。 でもなんかまあ名前を見たらわかるけどさ一瞬パッと見なんか同じ人がずっとコメントしとるように見えるけんさびっくりするえっみたいな <laughs> ちょっとテンパっちゃうよねはいということでランキング読みたいと思いますえー、13位からよねこれえー、13位鈴友丹丹さん12位ウルトラの親父さん11位山本康平さん10位歳坊さん9位野村誠さん 8位コマコマさん7位チャカさん6位マイコちゃん5位レフさん4位カミさん3位ホエーさん2位ウォチャンネルさんそして1位がセリ様さんでしたありがとうごめん拍手ができないわ今日携帯で配信してるからさ手で持ってんだパチパチえー、マイコちゃんそれはもしかしてタワーですかマイコちゃんロックなタワーありがとうありがとう。ありがたわー タワーマイコちゃんタワーありがとうマイコちゃんが1位ですイエイ <laughs> はいということで皆様今日も今日とってえー、見に来てくださりありがとうございました見てこの前髪もうシワシワよシワシワ <laughs> なんかさ、学校に行くようになってからさ、すごいなんかリアクションが、あ、てか、いあ、ちょっと待って、話長くなるかもしれんけど、これだけ言わせて、あのー、学校に行くようになってからか知らんけど、なんか公園でいろんな表情をするようになったんわい。わい。<laughs> え、だからみんななんか、この、こあの、また公園13日あるやんか、昼公演が、あの、注目しとって、 あのそ映ったとき、MM、に、彼、DMM で映ったときに、そのなんか、いろんな表情が映っとるかは分からんけど、マジで最近なんか、昨日、昨日違う、おとといや。あ昨日や。昨日,や <laughs> 昨日公演したときに、なんか、ワイって、公演中いろんな表情しとるなって、最近。変顔もそうやし、なんか、ほんと、なんか、いろんな表情しとるなって。なんか、昔はさ、もう、ニコって笑っとるのが、もう、イェーイみたいな。まあ、楽しくて笑っとる。 笑っとったって感じやけど作ったとかじゃなくて今も別になんかその楽しくないかって言われたらそうじゃなくて楽しいんやけどなんかこういろんなリアクションができるようになったというかだからさまあ入る人もそうやけど DMM とかあの VR で見とったら多分一番追っかけられるからわかると思うから VR で入,入っとる人は VR で見てほしいし DMM の人はその映った瞬間の私を見といてほしい いや分からんいろんな表情しとるかはわからんけどその DMM が映った時にね <laughs> 全部ニコニコやったらごめんねそれはでもあのカメラマンさんのタイミングやからしょうがないうんでもマジで最近なんかいろんな表情したるなーって思った所存でございますそれだけですお知らせはさよなら皆さんお疲れ様でしたー <laughs> 適当最後 <laughs> じゃあねみんなおやすみ 今日は、え、家族と楽しく過ごしたいと思います。うん、<laughs> ではね、みんなまたね。あ、ツイッター更新するから、ちゃんといいねしてください。よろしくお願いします。まつげ綺麗。<laughs> じゃあね、みんなありがとう。